こんにちは。隠居して5年、速稼塾の久保でございます。今日もね、隠居していて、まあ、早朝の時間の使い方を、地域の商店街を巡ることをね、してみようかと思って、今日は、岡山県笠岡市、笠岡駅前の商店街をぐらぐらっと回っていました。まあ、今日はね、大和くんも一緒でございます。時間にしてね、6時ちょっと過ぎぐらいかな、7時前だったと思うんですよ。6時台ですね。まあ、なんか緩やかなね、笠岡の風景が、見れるといいかなと思いますけども、いつもはね山とか海を撮ってるんですけども、今日は商店街の中なんで石畳の中、ここはね中央通り商店街、恵比寿商店街、大仏通り、こんな感じだったと思うんですけどね、正確に覚えてなくて申し訳ないんですけども、なんとなくこれから街が夜を明けるよと、目を覚ますよといった雰囲気が撮れればいいかなと思っております。まあ、それではね、岡山県笠岡市出身の方はちょっと懐かしいんじゃないかなと思います。どうぞ。おはようございます。速稼塾の久保です。私ね、以前ここ笠岡駅前の辻コーヒーっていうとこだったと思うんです、聞いたことがあるんですけど、今ねふと見たら上の方が火事で焼けていてお店抜けてるんですよね。何があったんですかね。まあ、火事が出てます。もしかしたら地元のニュースに出てたのかもしれませんね。おはようございます。笠岡駅前というか駅裏ですかね、こっちにシーサイドモールがあって、そこ地下道ですね。で、ここ電車が行き来がちょっと見えて、朝7時過ぎなんですごく電車が行ったり来たりしてるんですけど、こちらの方が、あ、加藤勝信さんがいますね。加藤勝信さんの紹介でした。はい、何でしょうかこれは。はい、速稼塾の久保です。笠岡駅の裏手になるのかな、あそこがシーサイドモールで、線路を挟んだこっちが北側の方ですかね、そちらの方に来てるんですけども、ちょっと趣のある場所を見つけました。これですね、なんかこう江戸時代の佇まいって感じしますね。観光地みたいな感じです。まあ、ここは駐車場に使われてるみたいなんですけど、まあ、何があるのか私わかんないですけどね。この辺はこれから順番に歩いてみようかなと思いますね。線路があってシーサイドモールがあると。ちなみにあそこ懐かしい10円ゲームが結構あるんでマークしてるんですよね。うん、結構ね笠岡の商店街も、味わい深いというか楽しみですね。行ってきます。なかなか面白い通りを、裏通りを見つけましたんで、ちょっとね歩いてみようかと思いますね。ほらちょっと細っこいでしょ。ここを行ってみようかと思います。こんな感じになってるんですよ。こうね、なんかちょっといいですよね、こういうの。懐かしの古事といいますか。さあ何が出てくるんでしょうね。なんか普通の住宅街かな、石畳の通りに出たようです。はい、おはよう大和くん。はあ、商店街ですね。商店街があると。どんな商店街かな、看板がちょっと若干取れてるのかな。メーカー、これは何でしょうか。で、黒猫大和さんの営業所があって、ここは郵便局ですかね。あ、学生服の店、呉服店が迎えにあって、あ、時計屋さん、これはなかなかすごいですよ。ここがブティックマルバン、マルバンさんね。まだ朝7時過ぎですから閉まってますけど、それから森永チョコレートって書いてますね。ここはお酒屋さんですかね。はい、であそこちょっと前、左手に不動産屋さんがありまして、あとは何か分かりませんけど店舗が並んでいるとね。あ、お魚屋さんもありますね。こちらお米ですかね。あ、魚ですね。ここは精肉かな、したらお料理、しらしかな。あ、じゃあここで正面に出れるルートかな。救急車来てますね。もうすでに暑い。あそこがシーサイドモールです。
はい、いかがだったでしょうか。まあ私ね、こういうところをね、当てもなく歩くのが結構好きで、新しい発見というのが多いですよね。で、歴史を感じますね、この笠岡って町には。あの、もうちょっと離れたところに金浦っていうところもあるんですけども、ここもなかなかいいと。あの、男は辛いのね、寅さんがいつも出てきそうな、そんな街並みがここにはまだ残ってるんだなというところでございます。まあ、このままね、再開発がされないのもちょっとご不自由かもしれませんけども、複雑な表現になりますけども、このままの街並みを保存していただきたいかなというところが個人的にしてしまいますね。それではまた別の商店街でお会いしましょう。ありがとうございました。